はい、女性加入房の切除手術をして、今日で3日目です。で、先ほど入ってたサクションドレーンを抜きました。うん、まあ、特別血も溜まってなかったし、問題なかったので、もう抜いてしまいました。抜くとだいぶ楽になって体が動かしやすくなります。で、まあ、この辺、強い内出血がありますね。まあ、手術は広い範囲で脂肪吸引して、で乳輪の下半分を切開して乳腺を除去しましたので、まあ、結構大掛かりで激しいことをやってます。なので、まあ、内出血は必ず出ます。まあ、ドレーンを入れておくと内出血とか腫れが最小限ですので、まあ、ドレーンを入れておくのはいいと思います。でこの辺の内出血は、まあ、あと2週間から、まあ、長くて3週間ぐらいでほとんど消えます。でこの辺少しむくんでるのももうちょっと引いてもうちょっとすっきりしたバストになるでしょう。でここの縫合してある糸はこれですね、脂肪吸引のところの縫合の糸と乳輪の切開の縫合はもう今もうちょっと引いて引いて最大限引きでいいと、はい、はそうですね、1週間後に抜歯なのであと4日目ぐらいに抜歯します。そうですね、特別経過は問題ありません。はい、以上です。